めまして、北海道の厚真町のけん玉クラブ、厚真けん玉クラブの代表をやっています、けん玉けんちゃんです。はい、よろしくお願いします。今日はですね、これから皆さんとけん玉の技、いろいろな技について一緒に勉強したいと思います。では行きましょう。レッツゴー。はい、では大皿いきましょう。この大きなお皿ですね、大きなお皿に乗せる技です。コツは膝をしっかり使うことね。あとは手で上げるのではなくて体でしっかり上げます。体でふわっと上げれるといいと思います。あと持ち方、つまむように持って大きなお皿の反対側をしっかり押さえます。こうですね、はい、この持ち方ではいきます。大皿です。はい、やった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 。はい、次行きましょう。次は小さなお皿、小皿です。持ち方一緒です。はい、膝を使って体で上げてちゃんと持つ。はい、これでいきます。ではいきます。やった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 。はい、では次、中皿です。大皿、小皿、最後ここですね、中皿いきますよ。持ち方は同じです。つまんでお皿を持って、中皿が上、膝を使って体で上げて、あと待ちます。変に乗せようとしないことがポイントです。ちゃんと持てると乗ります。しっかり待ちましょう。では行きます。はい、やったやったやった。